メリディアン軍区はアメリカ合衆国ミシガン州ローアー半島の南部に位置するインガム軍の軍区である。ある程度の自治権を付与されたチャーター軍区の形態をとっている。2010年国勢調査での軍区人口は39,688人だった。メリディアン軍区は未法人地域かつ国勢調査指定地域の大木モス及びハスレットを含む一つの地方生態である。 ランシングイーストランシング大都市圏の中では3番目に大きな自治体である。メリディアン軍区はミシガン州の主たる南北方向に伸びる測量基準線であるミシガン市五線が軍区の東側境界線になっていることからその名前がある。すべての軍区がこの線を基準に測量され大きさが決められた。メリディアン軍区に最初に開拓者が入ったのは百三十六年の ことだった。1836年11月、オーベッドマーシャルが、現在のハスレットに近い土地180エーカーを購入した。最初期の開拓者は、パインこそいに入り、多くの松の木を使ってその丸田小屋を建てた。湖は後に、ジョン・ハスレットが率いた、新霊術集会のキャンプ地になった。19世紀後半、湖は地元で休暇を過ごす場所となり、ランシング市から、 湖の南岸にあるリゾートまで、都市間とローリーによってつながれた。アミューズメントパークが建設され、20世紀の半ばまで大いに人気を博した。ハスレットのビレッジは、ランシング湖の南側にある。現在の大木モスビレッジ近くに初めて住み着いた、開拓者は、1939年に小屋を建てた、サンフォードマーシュとその妻である。その後、ジョセフ・キルボーンが続き、 さらに義兄弟のフリーマンブレイにその土地が引き継がれた。ブレイはその土地の南東隅で区画割を行い、中西部の荒野に入ってくる新山社にその区画を販売した。この村は当初ハミルトンと呼ばれていた。1840年春に設立された郵便局は初期開拓者のマーシュにちなんでォー堂と呼ばれ、ジョセフ・ H ・イチ・キルボーンが初代郵便局長になった。 地元のインディアン州長ジョン・オーキモスは地域でも知られた存在だった。村はその主要な宿営地の一つであり、オーキモスはこの村と現在のポートランドに近い宿営地との間をたびたび往復した。1857年、ミシガン州議会がこの老年の州長に敬意を表し、村の名前を正式にオーキモスと改定した。メリディアン軍区は豊富な歴史があり、 特に一人の住人ジョセフ・キルボーンは、州都をデトロイトからランシングに移転させるという1847年の判断に主要な役割を果たした。地元の組織である歴史的メリディアン UI 会は土地の歴史的情報の保管庫を持っており、メリディアン歴史村では歴史的建造物を維持している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍区の全面積は31.5平方マイルであり、このうち陸地30.5平方マイル、水域は1.1平方マイルで、水域率は3.4%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。